ウロボロスの紋章か。どうやら何らかの力で封鎖されているようですが、あれを、あの大金が。とにかくあれの共鳴を止めりゃいいってわけだな。そのやれやれ、ここに来たってことはマイスターから聞いたみたいだね。ゴルディアス級最終型やアルカンシル襲撃の件で怒らせちゃったかな。ああ、ご立腹だったぜ。まあ、自業自得かと。博士や両兵たちのとばっちりを食らった気もするけど。まあ、いいか。ここに来たってことは、それなりの覚悟があるんだよね。楽しませてもらうよ。人形兵器か。レオールガンイージ、結社の拠点防衛用の重人形兵器だ。とにかくぶち倒すぞ。はい。手ごわいぞ、気をつけろ。了解です。みんな、はい、私の番です。ターゲットを通しました。入手しました。行くよ。受けられるかな。レイク解放、行きましょう。はい。任せてくれ。それ。はい。や。僕の番だ。無駄だよ。覚悟。俺の番だな、行ってや。悪いな、先に行かせてもらうよ。おみ、それじゃあ遠慮なく、金の前で待ってるからさ。どう思う？どう考えても何か仕掛けを用意していそうだな。それもタチの悪そうな仕掛けの可能性が高そうだね。それでも踏み込むしかありませんね。ああ、腹をくくるとしようぜ。あれは、やはり何らかの術によって封印されているようですが、いくつか種類があるみたいですね。両脇の扉を封じているのは結社のものみたいだけど、隠し扉を封じているのは教団の目の紋章みたいね。ああ、一体どういうつもりだ。とにかく探索を始めるしかなさそうです。それじゃあ行こうか。お疲れさん。ダンジョン探索にトレジャーハント、たまにはああいう王道な趣向も悪くなかっただろう。やはりお前の仕業か。ずいぶん面倒なお遊びに付き合わせるじゃねえか。少しは障害がないと君らだって楽しくないだろう。道化師ならではのお茶目なサービスとでも思ってほしいな。全然嬉しくありません。しかしあなた、結社などにいるような年には見えませんね。そのあたりはレンちゃんと同じような感じなのかしら。彼女と違って見た目通りの年じゃないけどね。
そうそう、クロスベルの独立無効宣言は拝聴させてもらったよ。なかなか興味深かったけど、かなり茨の道じゃないかな。覚悟の上だ。たとえ茨の道であろうと、踏み越えなくてはならない時というものはあるわ。まあいいか。クロスベルはどうなろうと、僕の使命からは外れている。その意味ではとっとと撤退してもいいんだけど、最後にとっておきのショーを披露させてもらおうかな。これは現実、いえ特殊な異想空間の展開。魔術的な結界に取り込むつもりか。ここは足場が悪いから、もう少し広い場所に案内するよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、いざ尋常に勝負なんてね。とっておきのショーを見せてあげるよ。戦いのダンス始めようか。行くぞみんな、一気に行く。はい、あ、やれやれ。エニグマ駆動。さあ席替えをしようか。シャッフルシャッフル。さて、ドライブ開始。さあなかなか似合ってるよ。私の番ですね。俺の番だな。エニグマ駆動。やっ！へえ。君さ、シャッフルシャッフル。私の番です。エニグマ駆動。行くぞ。開いた。はあ。私の番ですね。砕け。僕の番か。無駄だ。開いた。行くぞ。これはちょっとまずいかな。いた。さあ、シャッフルシャッフル。
ンの間。さあなかなか似合ってるよ。さてと、それ開いた。付き合い君たちにはかなわないよ。やれやれ、行きます。ガンガーモード起動します。オーバードライバー出力最大。行くよ。先生、私の番ですね。覚悟。我が愛は無限、去りゆく者への手向け。眠れ、白金の光に抱かれ。やるじゃないか。戦闘終了。気を引き締めないと。ああ、やれやれ。やっぱり慣れないことはあんまりするもんじゃないね。どうだ。僕たちの勝ちってことでいいのかな。依存はないよ。まあ鋼の聖女相手に勝てるとはとても思えないけど。余計なお世話だっつーの。これにて僕はクロスベルを去らせてもらうよ。人に作られし至宝の行方、本当はもう少し見届けたかったけど、帝国方面が忙しくなってきたからね。減塩計画、今度は帝国の方をめちゃくちゃにするつもりですか。全ては偉大なるマスターの意志によるものだが、答えを出すのはいつだって運命の中にある人の子たちさ。それは君たちも同じだろ。何？答えを出す。運が良ければまた会おう。果たして君たちがどんな答えを出したのか、ぜひ聞かせておくれよ。私たちが答えを出す。一体何のことかしら。うん、まあとりあえず金の共鳴を止めてしまおうか。そうだな。ランディ、手伝ってくれ。私もお手伝いします。上位三属性は相変わらず働いていますが、他の金との共鳴については解除できたようですね。これで塔の金を止めれば万事 OK ってわけだな。ああ、少なくとも金同士の共鳴は終わるはずだ。マイスターの話が本当ならクロスペル氏を包む結界も解除できるかもしれない。行こう、星見の塔へ。はい。オーケー、リーダー。
白い人形兵器。大きいな。見たことのないタイプだけど。データベースで見かけたリベールの異変で結社が使用したタイプに似ているみたいですが。ヴァンガードだったかな。高性能の白兵戦タイプのはずだよ。ヴァンガード F3、 我が敵機体が運用している特別に調整された機体です。あなたは鋼の聖女。無事カンパネルラの守りを突破したようですね。この宿号の塔では我が隊が相手を務めましょう。まずは彼らの守りを突破してみせなさい。話はそれからです。上等だ。全力で撃破する。速攻で蹴りをつける。来い。俺の番だな。私の番です。分析を詳細データ結構です。受けられるかな。お任せを。来い。みんな大丈夫。行きます。デミガンの取り入れ。これもみんなの勝利ですね。どうやら資格はあるようですね。塔の要所は敵隊の大使たちが守っています。覚悟と決意を持って挑むがいいでしょう。敵機体、甲冑をまとった娘たちか。結社の中でも最強と言われる戦闘部隊さ。一人一人がレギオンに迫ると思った方がいいかもしれないね。確かに相当ヤバそうな娘どもだったな。エリーさん、何か気になることがあるのか。大したことではないのだけど、鋼の聖女、兜で顔を隠していたけれど、一体何者なのかと思って。そいつは確かにそうだな。わざわざ顔を隠しているのも何らかの事情があるのか。うん、聖杯騎士団でも素顔と素性はつかめていないね。私と違って性別を偽っているわけでもありませんし。そうだな。そのあたりも彼女たちとの対決で見えてくるかもしれない。彼女の言葉じゃないけど、覚悟と決意を持って挑もう。え、はい。待っていたぜ。お出ましか。敵機体が大使、豪気のアイネスという。アリアンロード様の命により、まずは先方を務めさせていただく。見知りおき願おうか。特務支援課ロイド・バニングスだ。話し合いをする余地はどうやらないみたいだな。無論だ。湿地帯の時はいささか未熟にも感じたが、今のお前たちならば十分我ら敵機体の相手として不足はない。アリアンロード様の前にたどり着く資格があるか、我がハルバードで試させてもらうぞ。望むところだ。敵機体の大使相手ならこちらも不足はない。陰の力、とくとご覧に入れましょう。危険度大、手強いです。了解です。わかった。私の番ですね。ラスト発動。はい。私の番です。分析を詳細データゲットです。
行くよ。受けられるか。俺の番だな。私の番ですね。私の番です。思念チャンス。来て。さてと。行くぞ。覚悟。バックラッシュ。さっと。デミガンマの保留と。テロ。私の番です。行くぞ。ステア。はい。そこです。俺の番だな。私の番です。やれやれ。行きます。よし。これが俺たちの力だ。見事、よくぞ我がハルバードをしのいだ。約束通り道を開けよう。だが後に控える二人も百戦錬磨の使い手だ。慢心せずに挑むことだな。下ろすと転移して消え去ったようです。うん、とんでもねえ娘だったな。ああ、彼女の噂は聞いてたけど、まさかここまでと。でも全力を尽くせば太刀打ちはできそうです。ああ、この調子で先に進もう。機嫌よ。敵機体が大使、魔球のエンレアよ。こんな場所から失礼するわね。二人目の戦をため。ち、海使いかよ。アイネスを退けるなんてなかなか大したものね。ここは手加減抜きで行かせてもらっていいのかしら。手加減は無用だ。立ち塞がるとあらば火の粉は払うまで。その息やよしね。さあ見せてもらおうかしら。我が陣をかいくぐりアリアンロード様のもとにたどり着く資格があるのかを。上等だ。あの弓は厄介だ。くれぐれも注意を。了解。頭上からの狙撃を警戒します。危険度大、手強いです。了解です。任せてくれ。ドライブ開始。僕の番か。避けられるかな。甘いね。よし。僕の番だ。バースト発動。オッケーです。覚悟。バックラッシュ。さて、分析を開始。詳細データゲットです。行くぞ。僕の番か。覚悟。やあ、私の番です。
任せてくれ。やれやれ。はい、はい、私の番です。タフ、俺の番だな。お任せを。覚悟。やれやれ。長い間逃げ逃げ、去りゆく者への手向け。眠れ、白金の光に抱かれ。さあ、次に行きましょう。はあ、参ったわね。後でデュバリーに睨まれてしまいそうだわ。さて、残るは一人。私たちの筆頭だけあって、実力は折り紙付きよ。心してかかることね。やれやれ、なんとかしのげたか。ああ、かなりギリギリだったぜ。まさかガレスに匹敵する狙撃を弓でやってのけるとはな。でも上から弓を射るだけかと思いましたが、律儀にも降りてきましたね。やはり誇り高さを重んじているのではないかと。そうね、古風というか今時珍しいというか、まるで中世の騎士道を地で言ってるみたいだわ。ああ、言われてみればウロボロス、本当に底の見えない集団だな。まあ、とにかく次で手下はラストみてえだ。相当手ごわそうだが、気合を入れるしかねえだろう。ああ行きましょう。ここまでたどり着くとは。まったく、二人とも何をしていたのかしら。敵機体が大使、神速のデュバリーです。アイネスとエンネアを退けたのは見事ですが、アリアンロード様のところにはこれ以上一歩も近づけません。いざ、尋常に勝負です。話が早く済むのは助かると言えば助かるけど。何ですの、その微妙そうな表情は。いえ、筆頭というのでどんな方かと思ったのですが。意外と可愛らしいっつうか、微笑ましいっつうか。可愛らしい、なんという屈辱。いいでしょう、本気で行かせてもらいます。これはなんて闘技。かの検定に迫ると称されし、神速の剣、とくと味わいやがれですわ。来るぞ。全力で行きます。手ごわいぞ、気をつけろ。了解です。俺の番だな。みんな、はい、行きます。それやるな。行くよ。
我が神話にときらめく青金の刻印を大いなるカイナとなりて我が右手に集え。私の番ですね。せはい。えい。よし。僕の番か。さあ。はい。任せて。しゃあ。行くぞ。やるじゃない。信じられません。このような無様、アリアンロード様にどう申し開きをすれば。まさか私の速さを上回るなんて。とんでもねえお嬢さんだな。勝負は勝負、口惜しいですが、潔く道を開けましょう。待って、あなたたちは、いえ、ひょっとしてあの鋼の聖女は。この上で待ち受けるは、武における究極にして思考。己の魂と決意をどれだけ剣に込められるか。ユネ、忘れるなかれですわ。フリーザ、先ほどのは一体。彼女たちの素性について何か気づいたのか。うん、ちょっとありえないことを考えてしまっただけなの。みんなを混乱させたくないから、あえて言わない方がいいと思う。そうか、分かった。ま、お嬢がそう言うんならその方がいいんだろう。しかし、いよいよ鋼の聖女か。どうやら屋上の鐘の前で待ち受けているみたいだね。決意を固めて階段を上りましょう。ああ、来ましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだな。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いえ、厳密にはありません。博士はゼロの司法の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは外れてしまっている存在です。あとはクロイス家の方々とあなたたちの問題でしょう。ならどうして。正直関係ないんだったら
お引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。キーヤちゃんから引き受けましょう。巫女殿の意には極力沿うようマスターに申し使っています。ありがとう。あなたたちのマスターにもお礼を言っておいてね。戦機の牽制、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めばあなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。そのように言っていました。キーボー、キーボー、そんなことは。ありがとう、鋼の聖女。おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど、今の話を聞いてそうなります。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えたあの子を抱きしめるためにも。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。皆さんの気持ち痛いほどわかります。いいでしょう。アンギスが七中、鋼のアリアンロード、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。ああ見せてみなさい、あなたたちの覚悟を。この勝負絶対に負けられない。エニグマ駆動、俺の番だな。みんな一気に行く。はい、俺の番だな。行きます。分析を開始します。詳細データゲットです。さてと、荒ぶる神の雷よ、いざ戦場に来たれ。それありがとうございました。お任せを。
ニグマ鼓動。負けるか。私の番ですね。エニグマ駆動。はっ、ありがとう。行くよ。俺の番だな。せい、行くよ。行くよ。我が深淵にときらめく青金の刻印に大いなるカイナとなりて我が一手に集え。砕け、アカシック。見事です。我が面を砕くとは。ならば私も全力で応じましょう。行きます。分析を開始します。情報を入手しました。行くぞ。行くぞ。これが俺の全力だ。メテオブレイカー。はい。Thank you.
してみなさい。我は鋼、全てを断ち切る者。これで終わりです。任せてくれ。はあ、行くよ。さてと、我が深淵ときらめく哀れの刻印、大いなるカイナとなりて我が右手に集え。これだけ証しくらエニグマクロヤ、覚悟せい、光る、油断しました。グラッツァ、やれやれ、せい、ありがとう。私の番です。ドライブ俺の番だな。やっやっはい、や僕の番か。荒ぶる、いざ戦場に来たれ。俺の番だな。行くよ。我が心臓、任せてくれ。エニグマ、行きます。駆動。お任せを。みんな参ったな。まだまだ、こんなところで立ち止まってられるかよ。力不足の感は否めませんが、我が面を砕いたのであれば戦機や剣聖たちにも届く可能性はあるでしょう。アリアンロード、もしかして引いてくれるのですか。一筋の光明を示せたのであれば、これ以上は無用の手出しというもの、
この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。マジか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと馴れ合うことはありえない。それは分かっているよね。無論です。青の聖典、帝国での動乱が決着すれば幻影計画も完了する。こたびの顛末がどうなったとしても私有を決する時は近いでしょう。ああ、そうだろうね。鋼の聖女、一つだけ教えてください。あなたはかつて私の父と。ええ、10年ほど前に。我が面を砕くほどの強者はそう現れるものではありません。その高みを目指すか、それとも別の道を進むのかは、それでは運命を前にあなたたちが陶吉より祈っております。